はい、どうも、三越ふえがむ創生ハッチーでございます。今回はマイラーズカップということでですね、まあなんと申しますか、もう今回ね、あの春はね、出会いと別れの季節なんて言うんですけれども、別れの後にはね、必ずショックが来るというような形で、まあ反動があるんじゃないかなという感じことでですね、もうその分ですね、ショックが来るぞということは穴場けトップ次第でちょっと手広めにやっていきたいなと思っております。というわけでね、今回の絡みはこんな感じでですね、まあ見ての通りなんですけどもね、1番人気2番人気バッサリと切ろうかなと、ネット競馬の想定人気順でね、1番人気2番人気バッサリ切ろうかなということになったんで、買い方はもうじゃあちょっと点数多くなるけどボックスでいいかと、ちょっと一発狙うぞみたいな感じで考えております。まあ、フエガムザイ予想のポイントとしてはね、もう一番人気の馬なんか特にもう最初からこの春出てきたらもう真っ先に消すぞって決めてた馬です。まあ、ってことは2番人気も消せるじゃんってなった瞬間にね、まあじゃあ少し手広く構えて点数増えるけれども3連単5等ボックスなら多分当たんだろうと、大体当たんだろうこのもんという形でですね、がっつり狙っていきたいなというふうに思っている次第でございます。まあ、そしてボックス買いなんでね、人気順上からネット競馬の想定人気順で上から順番に話を進めていきたいと思います。というわけでまずは1番人気空手の消しの理由という感じですね。まあ、この馬なんですけども、前走がね、中山記念で見事な好走を見せてですね、東京新聞杯中山記念とね、連続好走を見せたわけですよね。まあその前のニューイヤーステークス勝ちも見事でしたけれども、三保の高橋幸明先生、まあ、今年定年を迎える調教師の先生のところの馬で、まあ、それゆえにですね、まあ最後1月のオープン勝った後2月にね、2つも重賞使って最後の金星をということになったわけですよ。まあ明治の仕上げだったのには間違いがない、まあ、それでいて勝ちきれなかった、まあ、去年東京新聞杯1着から今年3着、まあこれ見ても少し落ちてんのかなって思っておいた方が本当はいいと思います。まあそれでいて去年は安田記念までその後間隔を空けたにもかかわらず、まあ、最終週ってことで中山記念、これはもう本当にだから調教師の先生の引退記念っていう比較的無理した、まあ100仕上げた明治の仕上げと言っても過言じゃないレースだったと思います。まあところが逃げ馬がね、もう引退する先生が逃げ馬出してんだから空気読めよっていうような馬が逃げちゃって、そのまま逃げ切ってね、次のドバイまで勝ったわけでしょ。まあもちろんね、僕は引退調教師の馬狙いで、その引退調教師の逃げ馬の方、藤沢先生の方を買っていたんで馬券が外れちゃったわけなんですけども、まあそれでいて高橋先生のことを忘れていた反省を生かしてですね、あそうだ、ここは明治の仕上げで勝負してきていたんだ、引退調教師他にいたわというふうなところで、ってことはもう空手がこの春出てきたらその反動もどうせあるだろうし、春にね戦績を落とすタイプでもあるし、まあ、安田記念のね去年の大敗もそうだし、まあ、ここはねもう本当に出てきたらもう運を言わさずオープン特別だろうが消したるぞというつもりでした、消しでいきたいと思います。まあ、そして2番人気鳳凰アマゾン、まあ、この馬がね、コバになってからの馬券に絡んだのが、コバ戦線だとスワンステークス3着、阪神カップ2着、阪神の芝戦4、まあ、阪神芝戦4校舎というタイプですね。まあ、前走東京新聞杯でも負けてるしということを考えると、ここはね、やっぱり一つ、まだ対コバって点ではね、実績出し切れていないんじゃないかななんていう気がします。まあ、マイルでどうかという点、まあ、チチキングカメハメハ、うん、まあ、良さそうっちゃ良さそうなんですが、それでいてね、 NHK マイルカップも負けていたり、阪神フューチュリティステークスも負けていたり、まあ、主要な馬場 あのマイル戦っていうのは比較的結果を2歳児から出せていないなと、まあ、母父アグネスタキオンっていうのもね、虚弱な馬が多いですし、まあ、アグネスタキオンがね、母父貧血に入ったってことで言えば、まあ、アグネスタキオン母父に持つ馬の活躍はダート偏重ですし、アグネスタキオンの兄弟もこの時期以降の4歳3月以降の勝ち馬って一切兄弟にはいないんですよね、アグネスタキオンの。まあ、そう考えると比較的そう早枯れの血統じゃないかなっていう疑惑も出てきてしまうんでね、ちょっとこうやって成績を落としているマイルでそこまで結果を出し切れていない
母父アグネスタキオンというのはちょっと狙いづらいなと、お母さんの12歳児の産駒っていうのもね含めて早枯れの懸念をして、まあ、ここは決死でいきたいと思います。まあ、そして3番人気エアロロノア、まあ、ここに来てね、ニゲルステークスを勝ち、金牌こそ負けたものの六甲ステークスを勝ちとリステッドを2勝してきました。まあ、このねエアメサイヤからの品系ってなかなか勝ち身に遅くてね、重賞だと特に2着3着が多いタイプではあるんだけれども、まあとはいえね、まあじゃあ今回こうやってボックスで買うってことは2着3着でも構わないっちゃ構わないんでね、まあ、特に人気サイドなんで穴馬が1着でのこの馬2着っていうのは逆に配当が跳ね上がってありがたいかもしれない。まあ、ローテーションで言ってもね、金牌からまあ六甲ステークス、そしてここってローテーションはまあそんなには悪くないと思いますしね、阪神のマイルで阪神に限れば連勝中みたいなところの馬なんでね、まあ、去年も5着に来て、昇級初戦で5着に来て、今年はねこうやってクラス慣れをしてきてどんだけプラスアルファがあるか、まあ、去年もまあオープン入りっていうのは3月20日の向川ステークス、今年は3月27日の六甲ステークスからってことでね、去年同様かそれ以上にはできるだろうということで変えていきたいと思います。まあ、そして4番人気エアファンディタ、この馬がね去年昇級してきて、まあ、前走昇級2戦目でのオープン初勝利となりました。まあ、しかもね2着に下したダーリントンホールは、まあ、その後ですね、ダービー強チャレンジトロフィー3着重賞3着とね好走を見せたというあたり、まあこの馬も重賞2着3着クラスの実績実力はついたというふうに言っても過言じゃないと思います。まあ、ですのでね、昇級3戦目オープンのペースにもさらに慣れが見込めますし、阪神マイル得意としてんですね、2勝クラス勝ったのも阪神のマイル、そして準オープン勝ちも阪神のマイルを、リステッド勝ちも阪神のマイルということでですね、まあ、マイラー特に阪神得意ということでここは変えていきたいと思います。そして5番人気ファルコニア、まあ、この馬ね最近結構戦績が上位で安定してんですよ。去年の秋カシオペアステークスを勝った後もリステッド競争ですけどもね4着3着2着ときて今回は1着みたいな感じで考えたいところに見えるんだけれども、まあ、この3着2着落葉ステークス六甲ステークスと続けて使ってきて、ここの1着馬がそれぞれエアファンディタエアロロノアどう続けんな噛むだろうという感じなんですけども、まあそんな感じでね、つまり今印を打ってきた2頭にそれぞれに負けてるわけですよ。エアの2頭の下って考えたらエアで決まってファルコニアってね、この3頭が上位3頭ぐらいの勢いじゃないと、まあ、馬券に入れられないんですよね。まあ、それぞれに4分の3馬身ちょっと、まあ、差があったかなっていう巻き方をしているだけに、まあ、ここは決死でいきたいと思います。そして6番人気レッドベルオーブ、前走がね約1年の休み明け、まあ、それでもね比較的頑張って7着と踏ん張りました。ここから休み明けをひとたたきした、まあ、そのプラスアルファっていうのがどんだけあるか、まあ、安城岩田未来っていうのも、まあ、この馬の素質が最低限評価されている表れなのかなと、まあ、もちろんね福永とか上位騎手が乗ってくれればいいんですけれども、まあ、岩田未来っていうのは、まあ、そういう上位騎手とエージェントが一緒ってことで最近騎乗馬に恵まれているという若手騎手ですね。でそうなってくるとこういうこの岩田未来が乗ってるってことは、まあ本当はもしかしたらもう一叩き必要なのかもしれないけれども、まあ、少なくともそろそろ上位機種のエージェントが囲い込んでおきたいぞっていうぐらいまでは仕上がってきている。ワンチャンこれで、ね、春になってこう体調が良くなってきてっていう回復が一息早ければここで一発あるかもしれないというような穴馬になってくるわけです。まあ、なのでね、まあ、この11ヶ月の休み明けですが、休み明け2戦目の一叩きの効果ってやつをちょっと大きめに狙ってみて、まあ、人気もね比較的ないところ、人気薄になってきているんで、まあ、この馬も入れておきたいと思います。そして7番人気ビッグティファルス、まあ、前走中山金牌もね大敗してますし、まあクラシック3冠全部走って9着14着10着、まあ、セントライト記念も5着、まあ、つまり1000級では通用してないんですね。スプリングステークスもね正直時計的には難ありのレースで、まあ、このレースもねレベルが高いとは正直思っていないですし、まあエフフォーリアにちぎられた馬、共同通信杯ね、
まあ、そう考えるとちょっとやっぱり世代のね、あの一戦級とは差があった馬で、なおかつ、まあ、対小馬初戦も大きく負けてたぞと考えると、ここは一旦様子見ということでスルーしてしまおうかなというふうに思っております。まあ、そして8番人気、昨年の覇者ケーデンスコール、去年優勝したケーデンスコールがこんだけ人気薄で馬券が買えますせってことになるわけですね。まあ、ケーデンスコールの母インダクティのお兄さんにバランスオブゲームっていう馬がいて、これがね G2 だけ6勝したのかな、あと新潟に再ステークス買って重賞7勝とかだったと思います。まあ結構ね、まあお兄さん、そのおじさんの場合はバランスオブゲームの場合は中山記念とか得意としていたけれども、まあ特定の条件の G2 にめっぽう強いみたいなね、同じ条件で何回も勝てるみたいな適性がこう比較的ピーキーな馬だった印象があるんですよね。まあ、そうなってくるとケーデンスコール去年の覇者ってことは、まあ、この阪神マイルの4月のコースっていうのは得意とするんじゃないかなみたいな、あの話がぼーっとね浮かび上がってきたんでね、まあ、8番人気9番人気これぐらいで買えるんだったら、まあ、紐には入れておこうかなと。鞍上は岩田のパパの方か、こっちの方がもう息子よりね、さらにね騎手としては信頼が置けると、人としての言動に関しては賛否あると思いますが、騎手としては信頼が置けるということでですね、まあ買いでいきたいと思います。まあ、そして9番人気ソウルラッシュ、現在なんと3連勝中でオープン入りですね。まあ浜中に乗り換わりから3連勝って考えるとね、浜中とは手が合うんでしょうね。まあ浜中もこう大怪我のあと振るわない期間があったとはいえ、もともとトップを、ね、狙えるような騎手だったわけですよ。まあ、なのでね、その浜中に乗り換わってから、その前の騎手と比べたら今でも鞍上強化って言えるメンバーなのかな。田辺とかいるな、案外そうでもないか。なんだけれども、まあそうやってね鞍上強化してきて浜中で連勝してきて手があったと。まあ、ただね、こういう上り馬がどこでつまずくかみたいなことでいうと、いきなり G2 は結構きついんじゃないかな。まあ、G2 の中では今回メンバーがどこまでかなって気はするけれども、いきなり G2、 まあ金量もね別定戦の G2 ってことで、まあ、これがハンデ戦の G3 ぐらいだったらね変えるんだけれども、今回は決死でいきたいと思います。まあ、そして10番人気ダイワキャグニー、まあ、この馬もね正直去勢してしまって、もうずっと走り続けなきゃいけないところ、去年もね 0.2 秒差4着とこのレース頑張ってますというかね、基本的に若い頃はね、カタカナのレース名だけ強いみたいなことを言われ続けてきたネタ馬だったりしたんだけれども、まあ、最近はそうでもないけど、まあ、今回マイラーズカップってことでね、カタカナのレース名相変わらず強いのかなみたいなところのネタとかね、まあ、あとはねキャグ2が去勢してキャグネーと呼ばれているみたいなね、シャレもあったと思うんだけれども、まあこれつまりね去勢してって、これわざわざ出したっていうのは、まあ、要は戦馬なので、もう本当に去勢してしまった以上できる限り走り続けなきゃいけないというところなんですね。まあ、そこから考えると、まあ出してきてこうしっかり稼げる、一戦必勝でやり続けるっていうのはこの馬にとって大切なこと。まあ、初ダートのねフェブラリーステークス惨敗っていうのもあって、ちょっと馬柱のインタ初ダートじゃないか、武蔵野ステークスフェブラリーステークスと、これそっか初ダートじゃないけど、ダートの2戦の8着15着で馬柱の印象悪くなってるけれども、芝だけ見れば、まあ、安田記念 G1、 まあ東京マイルコースがねいまいちかなっていうこと以外は、芝ダートを含めて東京マイルコースを除いて考えたらね、全然馬柱綺麗だしね。まあ、そう考えるとね、これはまだまだ買える仕上がりにあるし、陣営も G1 狙うぐらいの、ね、手応えがあるからこそフェブラリーステークスにも使ってみた、未だに G1 を諦めてないぞっていう姿勢もないわけじゃないって考えると、まあ、ここは買いでいいと思います。以上ね、ここまでで5頭になったんで、ね、まあ、まずはこんな感じで3連単5頭ボックスプラス、まあ、一応ねこの後ひらめきをもう1頭加えて3連複まで含めたら6頭ボックス、全部3連複で買って20点、まあ今回動画に上げた分は馬単に3連単にして60点プラス3連複10点みたいな買い方でもいいかなというような形で今回はやってみたいと思っております。以上ハッチーでした。